3月19日日曜日、えー、お昼12時を10分ぐらい過ぎたところですね TBSK 日曜劇場「ラストマン全盲の捜査官」撮影ますます会長また緑山に呼びつけられましたよ、はい、私なんか意外と遠いんだここ,こ山, <laughs> 山がついてるだけあって <laughs> あと今日ここに来るまでに車で来たんですけど、皆さん春のお出かけシーズンで車混んでた道が、いや今日最初はあの朝六時に来てって言われてえっと思ったんですけど、福山さんそんな早く来てんですか。奥山さんそうです。やばいと思って、あでも別にそれはあのスケジュールがおせおせになっているからではないってことですかね。やばいぞやばいぞみたいなあるあるじゃないですか。もう取らないとまずいぞみたいなじゃないと。順調に各は。 そうですかはいあの撮り終えてる輪もあります今4話ぐらいまでいあもうすでに、はい、あれ2週間前は、はい、あれ何話とかあのなんか捜査会議みたいなシーンとか撮ってました、はい、あれはあれ大体まあ2話とかあその辺撮ってましたねじゃあもう順調にこう1週間で1話ずつくらいどん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 ,どんもう撮ってってるっていうねううええー、今日行っちゃって大丈夫なんですかえ今日難しいなん,かなんかいろんなシーンがだってこの間ほら普段は あのー、セットを組まないけどもいわゆるまだその一個前のクールのドラマがいろいろね撮ってるんで、はいえー、特別にこうなんか倉庫の新しいところになんか大きなセット組んでましたけど、はい、あのものすごい寒かったはいあそこから正式にそのセットが組める方のスタジオにあのセットごと移動してきていてセットごと移動してくくんですかバラ<ば>して組み立て直しんです,ですええー、すげえでさらに新しいセットもそこに組まれて,てあそうですか 相変わらずどっかの外ロケもやりつつと半々ぐらいですかねまあロケも結構多いですそうですか今日はそんなにこうなんかコミッターたシーンとか今日もシリアスなシーンとマジですかやだっつってんのにいや曽口さんやばいんですよ地底人ラジオがそうですか今週まだ僕とぐ口さんでアトリエで撮ったあの素材と福山さんがですね 今年の年の末開催が決まっている福山冬の大感謝祭の会上の軽アリーナのー、はいはい、あ,あのー、まだこ,こけら落としやってないんですもんねそうです,そうです超でかいらしいです、ね、現場が近かったんで、はい、あちょっと覗いてみようっていう聞いたんですけど、まあ、全然違うところの方からすごいいい場所だよあそことかって言ってましたよなんかいいあいい箱だよっつってましたけどそうですね そうなんだそのちょっと興奮した福山さんっていうのは今日の放送の中で聞いていただけるんですけどで,す <laughs>、はい、でもそれがそやばいよ。今撮ってるんですよね俺 <laughs> お昼やご飯とか食べないんですかあもうすぐお昼休憩です、ね、おそこ行けるんですか,か一旦今から撮ってるはいはい行ってみますかそんな,ごめんなさいあの確認してから行った方がいいですよ <laughs> いやもう または鉄砲だもんやお前ちょっと突っ込んでこいやみたいな今日も持ちますかじゃあ私。現場のマで今日知定人ラジオを撮りに行きますっていう伝えている方があの二人ぐらいあの小柄な女性の方ですよあの方なあの方はどういう役割の方なんでしょう ap さん ap ってなんですか ap さんっていうのはまあアシスタントプロデューサー主にその役者さんのこうアテンドとかあのまさにこう プロデューサーとその役者さんとかの間をつなぐようないろんなこももしたこともやってくれるそうですね。とこのドラマのプロデューサーの方にも一番上、トップにも話してある。ですけども、みんなうるさい、うるさい、うるさい、さい。こっちもにらまれましたあそうですよね。大きい声で、そこは間回ってきたんで。でも、プロデューサーの方にはお伝えしてるんで大丈夫ですか勝手にちょっとやってくれたい。この間発表されますけど、今田美ュさんでいるとね。そうなんです。いるのかな、今日。 うでう今田美桜さん、私をお会いした方の俳優さんの中でも最高ランクに顔、ちっちゃいんですよ、本当に、いいね、本当に握りこぼしぐらいしか顔がない、こ,っちこのまだと全然場所違いますね、すごい天井、高いこれ、吹き抜けすごこの前みたいにストロークないんで、意外とすぐそこにスタジオあったえそうなんですか、はい 今回はお芝居のリハーサルでよく使ってる部屋なんですけどリハ,リハ用に使ってる部屋にセット組んでるんですか人がどんどん増えてきた。ですよね。人がどんどん増えてきたぞ。なんか向こうから人がどんどん歩いてくるぞ、これ。はい、あまた刑事、まま、がいっぱいいる。刑事がいっぱいいる。マイク持ってるからすごい変な顔して見られてるな。横通っていったの、今。まずいまずい。びっくりした、今。この奥に福山さんいつも スタンバイしてる場所。おにぎりと。あ。いや、イ家じゃなくて。タ <laughs> イターイ。じゃないよ。<laughs> どういう人なんですか。<laughs> 今、親指立てて、サムズアップしてましたけど。あ,あ,あ、すみません。<え>あ、すみません。あの、アシスタントスタイリストのおにぎりさん、これ。おにぎりです。これ。どういう今感じに。今は。いい感じじゃないですか。今日。いい感じ。<laughs> もっと説明しろや。いい感じ。です <laughs> イメージ通りになんかぼんやりしてるよなんかご機嫌な感じでご機嫌いい感じですかそうですか昨日深夜までロケでしたけど一緒に行ったすか行ったわり<た>にはみんないい感じですだってまあ俳優さん帰った後にまだいろいろやばいやばいやばって,て静かにって言われてた今明らかにこう俺に向かって言ってましたよね <laughs> やばいやばい,やばいやばあいたダニエルさんもいたあそこに南さんいますよあいたいた奥にいたじゃん 今撮影してないんだ奥でもね、奥に座って台本を読み込んでるから今まずいな、多分。だって今、台本見ながらブツブツブツいブってらっしゃるから。ん大丈夫ですかいや、今行かない方がいいでしょう。リハーサジオの中は高校とライトがたかれていて、セットの裏側見えますね。ここでなんか撮影してるんですよね。で,今日で、福山さんは南さんとしてこの中にこの後行くってことですね。 セリフチェックしたいいですねねゃなななあ、あ、あるるほどかか撮撮っっっっってててて今ののののえスマホ画面ちみんなが私をじっと見てるんだけど目を合うとみんな目をそらすんですけどま不思議なんだろうな何やってんだろうって感じなんだろうな。 まあね、なんか飲み物を取って座りましたね福山さんというかもう南さんに入ってますけどご,ご飯がケータリングもあるんだそうですねおい、ね、しそうな感じの匂いがすごくす、ね、おなんか温かそうなスープをふーふ拭きながら福山さんが面白いですね <laughs> 食べてるのを遠くから見て描写するっていう <laughs> 実況してあるリスナーの皆さんにそうですよねあのいやよく見る福山さん必ず温かいものからねこうねスープをフーフーしながら 食べつつ台本からぴたりとも視線をこうずらさず台本チェックしながらそしてもちろん台本の横には常に白状、ね、白い杖が南さんの体の一部になっている杖が置いてあってっていうあそしてあだからこれから皆さん順番ああま,また来た,ああ、また,来た <laughs> また来たな <laughs>、まあ当たり前だ。こっちが来たんですよね、私の方がね <laughs> 大泉さんいるんですよ、私が来たんですよね,これね <laughs> あれなんでしょなんかスターが次々と現れるな、ここにいるとあ、そっか、う <laughs> 大泉さん <laughs> いや,やめなさいよつい僕喋、まあ、っちゃうんですよ <laughs> いやいやすいません、ありがとうございますすいません。なんかもうステージになってもファンになっても <laughs> すいませんあめちゃくん、<laughs> もうそんなもうやま <laughs> <laughs> ってギャラ払っといてね <laughs> あすここにいるとみんな一網打尽でいいですね、これ <laughs>、ね、次々に、ほら、通るから、現場もなんかやりますみたいな、なんか本番ですか、あー、すごいな、すいません、<laughs> す,すいません、なかなかね、今日うもデビュー33周年のおめでとうメッセージをお伝えいただくのと、はい、しまった、全然さっきそんなこと全く言わなかった、忘れてたわ。 なんか普通に大泉さんとかとキャッキャして終わっちゃっまずい,まずいなんかタイトルコールですね。ややばいやばい、はい,、ま、いで,もでもさっきはちょっともうすぐ呼ばれていっちゃったから無理でしたもんね。こういう感じなんですよ。あなるほどなかなかやっぱり多少回してる時間がないんですよ。確かにまあ寄っていこうとするとすぐ呼ばれていっちゃうしうかといってもしかして真剣に集中されていることころ邪魔するのもあんまりよくないしっていうねう、えー。また状況動いたらまたちょっと、はい、で、私はあのデビュー33周年のお祝いとあとこれ皆さん え直近で「えっ!」って驚かれたあのうしい驚きのニュースもあると思うそれについての話とタイトルコールまでなんとしてでも取って帰りたいと思いますちょっっと待ってください今ね福山さんが、あのー、先頭で入ってきてそれに AP さんなのかなんかこう次の説明をしながら。 でなんか次は13時半とか言いながら先言ったんでちょっと休憩があるってこと、ね。そうですね。あ,あ、そうですか。ここでお昼休憩が入って。スタッフの方もプ、ね、ワーって入ってきましたもんね。テイタリーの部屋ね。はい、お昼ご飯食べてちょっとお休みして。はい、なんかいろいろ説明してる。また多分楽屋戻ると思うんで。<っ>この楽屋の時間これちゃんと。ん楽屋に戻ると思いきやですよ。じゃあ今。はい <え>お昼ご飯なしで大丈夫だからこれとか言ってますけどこっちだこっちだこっちだ俺このまま取りましょうよみたいになってるのかどうなそ,そんなこともあるんですか<れ>またスープだけをもらって座っちゃいましたねん,ん今大丈夫ですかってご飯食べてますけど大丈夫ですかいきましょうかでも今ダニエルさんがこれから説明してるから説明終わってからにしましょうかそうですね,ねだからあのこのこどういうい 多分撮影のスケジュールになってるみたいなスマホを指差しながら説明してる、ねね、のでお食事中申し訳ないんですけどもやはりこれをお伝えせねばと思いましてどなのデビュー33周年おめでとうございまーすおーありがとうごめんなさいます。<laughs> <laughs> 中華スープを飲みながら、ねはい、美味しいですすごく、あのーはい、スタッフさんの,あの彼女が、ね、作ってくださったねいや今日あと韓国風の,、ね、あの牛プルコギとかチーズタッカルビとか,なんかそういう毎回いろんなこうメニュー変代わりっていうそうですかやはりまたあったかいものがあるほうがいいよねいやでも2週間前に行った時より相当あったかくなりましたよ今日あ<れ><う>季節ははいあのまあ,まあね、えー、今日なんかそ、まあ、外今もカンカン照りで。 まさに春っていうえそうなのはい今日晴れてるの<晴れ> <laughs> そんなもうそんな時間に起きてないからさもっと全然早い時間に動いてたからいや今日私ここで車来たんですけども途中も込み込みでみんなお出かけしてるからそうなんだやっぱり今日はみんなまあお出かけやっぱしたい季節になってきたんだななんてねん<ー>まあでもその撮影の中やっぱりデビュー33周年も迎えて今はねちょっとギターとかもなかなか弾けないと思いますけどもうん、ね、あながらねあ,あと 福山さんにつもデビュー33周年おめでとうも言いたい、あともう一つ聞きたいことがあって。ついこの間発表されたんですけども。あ、その話ね。それだと、もうちょっと聞きたいですよ。ちょっと、あの、楽屋に戻りながら。しあ、戻りますか。戻ります皆さんからこれスタッフルームって。そうですよね。あ、本当、いろんな人入ってた。戻りますか。この間ちょっと、撮影の場所も変わり。うん、まあ、まあ、まあ、ね、あのシーンが。違うんで。 しかも、このドラマも撮りながら大泉さんが一緒に撮ってるっていういやー、もう陽ちゃんはね、ゆかりないですね、そ<れ>かりないっていうか、ええ、これはちょっと、働きすぎじゃないですか <laughs> ?DSP もね、<の>もうどん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 最近、もうそれが顕著になってきてるんですけども、いや、もう詰め込みすぎですね。 まだだってもうパンパンで無理だっつってんのにまだ入りますよね。ギュウギュって入れてくるって。そうなんですよ。もう入らないっつってんのに、ね、無理やりねじ込んでくる。ああ。あ、ね今いつものなじみの楽屋にまた戻ってまいりました。ださよこの楽屋のなんかなんていうんですかねこう食べ食べるものと寝るものと。はいはい。 なんんかいろんなものが <laughs> 逃亡者みたいな,なってで <laughs> いやで、この間よりもさらに雑然としてきましたね、いろんなものがこう増えてそう生きるためにもう、なんか必要なもの、はい、そうですね、生き抜くために必要なものが、まあ、こう、置いてあるという感じなんですけど、けどねあそうですね、まあ確かに外、晴れてるね、これめちゃくちゃもう暑いですよ、ちょっと、日差しが。ええー。そうか、今日の天気も知らない状態で、知らなかった、こんな天気になってるなんて。<laughs> ももう完全にも桜,桜も、ね、開花宣言出ましてねそう、この間なんかあれですよ、はい、あのロケ行って、ええええ、ここで撮ろうって、もともとロケハンしてた場所に、はい、ロケに行ったんですけど、はい、桜が咲いちゃったことによって、ええ、そこにあの花見の人があのたくさん来ちゃって、ロケ中止、はい、ロケできずまさにこの春だから起きるそういうことが。チンジでしたね だから本来取<ー>るべきものが取れなくてじゃスケジュール押しちゃってその代わり別,、うん、あ別日にあの変わっちゃってそれが明日の午前中に入ってきちゃったんだよね,そうあねこれ、多分取撮ってるときは多分今週、来週ぐらいが花見のピークってことしはだってほらもういよいよ花見できるぞって本当になってるんでもうみんなね、あのいわゆるフィジカルでもリアルにできるぞええー、っていう。ね かなりたまりにたまった、その花見欲が花見とね、春のお出かけ欲がっていう、うん、大変なことになってるでしょう。ねえそんなことをしているうちに、福山さんはズボンを脱いで、今ズボンを履きますなんか別ちょっとリラックス用の<れ>う、ね、こういうとは、こうこ股間にマイクを向けろって、<laughs> こうするんですよって今こ, <laughs> こういうときはね、するんですよ股間に向けてグイってマイクを <laughs> こういうときはこうするんですよって <laughs> あ、あの、いわゆる。股間周りの音大事だ。一つ、いきます。あ、いきます。はい。はい。はい。すごいしずる感ですね、これ。すごいですね、この。はい。終わりました。あ、じゃ。あ、なんか、いす、なんか、こう、リラックス用の椅子が。そう。ちょっと、こ。用意す次のシーンのね。あ、そうか。セリフを入れながら。一入れして。わかりました。じゃ、あそこから、まあ、一休みしてという。あ、わかりました。 いほんとさっき手をくって力いっぱい使うんで股間にこうするんだよって言ったらこうやるんだよって言った時本当に怖と思いました何のためらいもないからこれはやっぱりねちゃんと注意していかないとそうですよねそんなこと周りから見たら変だと思われる変だこんとかこんなことかこんなってかこんなこと山さんの周りかん どういうことを、なんか、にマイクは出て,てる <laughs> って。<laughs> 俳優さんにどういうことやってんのかなみたいな。なんか、わ、なんか、なんか、ずっとラジオで喋ってる風な人が、えーはい、いきなりマイクを股間に当て。当て,てるって、うらってやってましたからね。えー、それが当然のこととして、福山組では成り立ってるっていう、ね。まあ、まあ、まあ、当然のこととして、まあ、成り立ってはいるんですけどね。福、えーね、山さんも。 休憩していただかないといけないので。いやあなたがずっとやられてたら、ほらほらこういうとこよ。やいやあなたがやれやるからだったら、急にもうやめろっていうなんか。僕悪くないんですよ。もういい加減にしとけやっていう感じしたもんね。なんだ今のと思って。そういうとこよ。ねえわかりました。じゃちょっとまたタイトルコールまでいきまタイトルコールだけ行きますか。ねえじゃ行きますよ。はい。福山雅治と土屋元のステーラジオ。 では、ちょっと、ご休憩いただいております。あ、わ、はいね、かりました。ね、福山さん、後ほどお会いしましょう。ありがとうございました。では、君待ちリクエストです。まあ、福山さんはね、今、次のお昼明けの撮影の準備に入ったということで、私、総口が代わりにやら読ませていただきます。大阪府富田林の和美ちゃん56歳、えー、小学校の先生の方ですね、渋谷のラジオで聞いていただいております。渋谷のラジオで聞きの皆さん、和美ちゃん。 ともうすぐ春あちこちでお別れの光景が見られる季節になりました私の勤めている小学校でも卒業へのカウントダウンが始まっていますそんな中昨日給食の時間になんと福山さんの曲が流れました放送委員会がリクエスト特集を企画したところ6年生が巴学園をリクエストしてくれたのでした私は今特別支援に関わっていて 子供たちが一人一人その個性を認め合えるようになることを目指しているので余計に友江学園の歌詞が響きますこの機会に歌詞の意味を子供たちに伝えたくなりましたこれから旅立つ全国の子供たちへのお祝いの気持ちを込めて友江学園リクエストしますお別れのあれ歌とか結構感動するじゃないですかね、あのまず下級生が歌を歌ってそれに6年生が返すみたいな そういうい、まあ、今までだったらコロナ前にあった当たり前のそういうい感動するような、ね、一生、心に残っていくような光景が今年は見られそうですかね期待も込めてそこでもしかしたらいろんな学校でこの曲が流れるのかもしれませんかずみちゃんからのリクエストです。福山雅治さんで学園 さあ今週も日曜劇場「ラストマン」全盲の捜査官絶賛撮影中の福山雅治さんとえリモート収録や往復書簡形式でお届けしていきます。地底人ラジオさあここからは私曽口昭久がね福山雅治さんの仕事場でありますアトリエ、えー、通称「草案」ね思ういりとか。 えー、いろいろこう思いを馳せながら新しい次の作品の案をねいろいろ練っていくような場所、えー、そこに福山さんがいつもラジオの時に座っているこの白い革張りのソファー、えー、さらには、えー、私は初めて使いますけどもこれなんですか オットマンっていうなんでこれオットマンっていうんだろうなこの足乗っけると。んかオットマンってなんかすごいこう不安定な感じがね,おっねそこにオッ,ト、えー、オットマンですよね足乗っけるとこね、うんえー、福山さんねいつもねラジオ、ね、地底人ラジオ撮りながらオットマンに足乗せてますよねこれ。でもこれって足乗っけるとさすごい後ろに変に変 あの重心がいって体反るよね喋りづらいと思うんですよね、えー。オットマンに今足を乗せてみましたがやっぱり喋りづらいのオットマンから足を下ろしますがその福山さんがいつも座っている王の椅子玉座に座りまして、えー、ここからしばらく福山さんが今こんなことやってんのかなあんなことやって忙しいんだろうななんて思いもはせながら1つ、えー、ちょっとの間だけこちらのコーナー私そうちだけで、まあ、あと DSP さん。 と一緒にまあ、小原さんはねリモートで参加されてらっしゃいますけども、えー、進めていこうというふうに思っております、えー、ちなみに福山さんってこの辺りはあのこれから先っていうのはもうとにかくずっと撮影とまあそれが間が空いた場合でも番宣番組のとか取材を受けたりとかがいつぐらいまで続いていくんですか予定でいくと何月ぐらいまでまあ大体ドラマって3ヶ月から4ヶ月ぐらい。 でワンクールっていうんですかね、はい、ワンクールなので、うんまあ、だって2月ぐらいから取ってるんですもいね。ゴールデンウィークー、ね、あたりとかそれぐらいまでに取ってく行くのかなっていうね<ー>いやでもこれね皆さんねあの本当にあの福山さんの現場での立ち居振る舞いとかを見ていてもあの、まあ、本当にこうあの。 明らかに見た目は全身の力が抜けてるんですけども変にピリピリしたり緊張したりしてないんですけどもでも逆にそれがまさに優れた格闘家のようにいろんなことがあってもすぐに動けたり次のことをちゃんと考えてるからこそ脱力できてるっていうふうな感じなんでえ常に360度にこうなんかねあのシャーッとこう神経を張り巡らしてる感じはやっぱりすごいですよねなんかね。 電話をつないでオープニングやエンディングのちょっとお話しさせていただいたときに、はい、あのちょっと目が痒いんだけどなんておっしゃってましたけど大丈夫なんですかあれはまあそうですね福山さん4月クールの主演を務められることが多いのでな,なぜかそうですよねあれうんでもそれはやっぱり年末とかのそういうライブがあったりいろんなこともあるから、まあね、この時期がやっぱりやりやすいといえばやりやすいみたいななんかあるんですかね、はい、どうしてもやっぱり花粉症まあ外ロケの時はちょっと 辛そうな時ありますよね私は福山さんは花粉症なんじゃないかとは思ってますけれども僕が見る限りここ10年は認めてないです <laughs> いや毎年オープニングで「いやさ」って言ってるから <laughs>「いやそれは花粉ですよ」って毎年言ってるんですけど「いや違うよね」とかっていう。 <laughs> でなんでかわかんないんですけどあの、はい、でも特に今年はやっぱりあの私みたいにこう、ね、普通に薬飲んだり対策してる人でもちょっと厳しいぐらいなんで福山さん、まあ、けも、はい、外ロケ大変だと思うんですけどこのドラマの,、ね、あの構成上というか必ずやっぱり外でなんか犯行現場なのかなんなのかもしくは、ねうん、犯人と相対する時なんかは外が多いんでしょうからね花粉症でしょうね。<laughs> 厳ししいでしょうねこれはとりあえず福山さん今ね、えー、撮影頑張っていただきたいもうにに負けずに頑張っていいいたただきたいと思いますさあ,あのここではですね、えー、どういうコーナーいくかといいますと、まあ、こういう私一人で福山さんに対して往復書簡やってるその話から派生したコーナーがありまして、えー、こちらのコーナーに行ってみたいと思います。思い出の福山作品 いよいよ4月からスタートします。日曜劇場ラストマン全盲の捜査官に合わせて福山さん関連の作品が TVer で、えー、期間限定一気に、ね、TBS 系の、ね、作品なんかも配信されております。えー、懐かしさとともに当時の思い出に浸っている方々も多いんではないでしょうか。というわけであなたの福山作品にまつわる思い出エピソードを募集したところ、まあね、今回もたくさん来ております。静岡県の富士市の、えー、千葉主任。 43歳男性会社員の方会社では主任やってらっしゃるんでしょうか渋谷のラジオで聞いていただいております、えー、渋谷のラジオでお聞きの皆さん千葉主任、えー、こんにち大事ーンと早速ですが私の思い出福山作品といえば1998年 TBS 金曜ドラマ「めぐり合い」です、えー、福山さんはこのドラマで約2年半ぶりの活動再開 えー、この年の春98年の春私は大学入学のと、えー、春で勝手に、はあ「福山さんと同じリスタートだ」とパワーをもらっていました、えー、期待と不安の大学生活に初めての一人暮らし、えー、なんとか5月病にだけはならないように頑張ろうと、えー、毎週金曜のドラマを楽しみに過ごしました今でも主題歌ハートや サントラ版を聞くともう25年も前なのにまるで昨日のことのようにあの町の雑踏あのアパートの部屋あの校舎の匂いあの友人たちと過ごした日々に一瞬でタイムスリップできます諦めなかった僕を見つけることの歌詞に何度励まされたことでしょう、えー、まさに寄り添ってくれたドラマと楽曲たちです、えー、また見たいと思いますねえ巡り合い えー、TBS 系ドラマであやっぱりこの時にはあれですね「常盤貴子福山雅治、えー、豪華共演」って書いてあるんで、うん、やっぱりねその「愛はどうだ」の頃の感じはちょっと違ってきてるね <laughs> あのー、時代を感じます <laughs> 福山さんのこうかけ上がってきたね,ねキャリアアップ感じますよねそうか常盤さんとは「愛はどうだ」以来6年ぶりの共演になるんですこれね、えー、テーマは「ニューヨークで始まったラブストーリー」 と話題満載の人気ドラマ「巡り合い」このドラマは生涯最高ともいえる素晴らしい時を過ごした恋人たちがある事情で別れた後再会お互い忘れられない運命的な二人の恋物語を7年という歳月で描く究極のラブストーリー長い年月を経て二人は思いを貫くことができるのかダンサーとしてニューヨークでひたむきに夢を追い続ける常たか子さんと恋に不器用な九州男児まあ 本人ですよこれねほぼねえ恋に不器用な九州男児福山雅治トップスター同士の本格化ラブストーリーっていうねえこの段階ではもうトップスター二人やっていうね感じになってますねじゃあもう行きましょうかせっかくだからねはい、はい、お願いします 静岡市のまーちゃん五十、えー、歳女性を学校の先生教員って書いてありますね渋谷のラジオで聞いていただいております、えー、渋谷のラジオで聞いている皆さんまーちゃんこんにちはじんと思い出の作品はパーフェクトラブですと福山さんが演じた竹人という役確か元カノからは竹今カノからはケトと呼ばれていましたよね竹人という響きがすごい好きでかっこいい福山さんにぴったり 名前だと思いながら、えー、木村佳乃さんに感情移入しながら見ていましたそしてもう一つこのドラマで好きだったのが挿入歌当時福山さんのことは俳優さんというイメージの方が強かったんですがスコールが福山さんの作品だと知り、えー、歌手シンガーソングライターとしての福山雅治に出会ったのがこの時でしたそれからおよそ1年後に私は結婚して男の子を出産子供に竹とねあの山岳の楽とタケト と名付けました、えー、正直なところ父親が登山好きでその名前になったんですがあなるほどお父さんとしてはねおいいね山に関する名前だねってまさかパーフェクトアラブに関する名前とは思わなかったんでしょうけど私としてはあの竹とねあの武士の武ですね竹とがいつもちらついておりました。えー、その竹とも私の影響ですっかりブロスになり一緒にライブにも行かせていただいておりますと。 私は今でも好きな福山かベスト3スコールを外せませんいつか福山さんにこのことを伝えたかったのでこの機会に伝えられてよかったですラストマン楽しみにしています、えー、すいません私が代読しております、えー、このコーナーしょうがないそういうコーナーなんですけどねただあの間接的に福山さんが聞いている可能性大です、ねはい、パーフェクトラブ、えー、仕事よりも女を口説くのに忙しい主人公の、えー、司会歯医者さん その時竹と、えー、その彼に一目惚れしたのがヒロインの、えー、木村佳乃さん、えー、収入ルックスともに二重丸な男をゲットしようと懸命、えー、いつも下心を見透かされてしまうでもこういうなんか収入ルックスとも二重丸ああそう木村佳乃さんがね、えー、下心を見透かされてしまう役って、ね、木村さんが言ってるの面白いですねしかし竹というの思いは本気、えー、この二人に加えおせっかいでおしゃべりな友人祐介サンタマリアさん 武、えー、人の昔の女でクールな板谷由香さん、えー、ヒロインに恋する体育会系熱血、えー、男子の立川雅史さんとかね、えー、お武人もダークサイド田舎の頑固親父武田哲也さんとかこれの個性豊かな男女が織りなす底抜けに明るく愉快なラブストーリー、ねまあ、当時の福山さんって結構こういうふうな軽薄な、まあ、美女 野獣もそうでしたけども「うん、あの軽薄イケメン」っていう一つのなんかあのちょっとプレイボーイなプレイボーイで、はい、あのだけどちょっとほらチャラチャラしてるみたいな感じの役が多かったです、ねうんうん、そうですね。 まさかここれがこういうう役者のキャリアを積んでいいいくとはっていうねやすごいですね。だけど私は福山さんのことを、えー、あの日本のヒュー・グラントっていうねノッティングヒルの恋人なんで、まあ、他にも結構ほら真面目な作品も多少出てますけど基本的にはずっとプレーボーイの役をやり続けている人っていう私はねあの前,も前にも福山さんにも言ってますけど、うん、そういう役をもう一回やってっていう浮世離れしたプレーボーイが浮世離れした恋愛するっていうのを。 こう夢物語的な恋愛ものってと、まあ、そこから最終的に、ね、最後まで夢物語までいくのかどうか分かんないですけどここ最近福山さんがやらなくなったような役この話って福山さんに面と向かってお話しされたことってあるんですか何度もありますけどね私は「あなたは日本のヒュー・グラントなんですよ」って言われても「<laughs> <laughs> ああそう?」という感じのそうか, <laughs> そ,うかそうかな」っていうそうじゃいつもそれ言うよね。 私はヒュー・グラントができる人はね福山さんだけなんですよって、はい、やっぱぜひあの唱え続けてくださいでも見たくなるでしょなんかそういう大人のラブストーリーっていういや見たそれはマジでのわりにももちろん大人の上質なラブストーリーですけどあれはほら別にあの浮き足だってないから全然なんかいや情熱的なラブストーリーですけどチャラチャラしてないから全然なんか見る方がこうグッて心臓をつかまれるようなラブストーリーですけどじゃなくて、うん みたいな感じのあ,のありえないぐらい豪華な部屋に住んでもらってチャラチャラしてほしいん <laughs> <laughs> ですけどねうんやんないかノッティングヒルの恋人日本でリメイクねやったらねこれねまあでもぴったりですよねノッティングヒルの恋人はあのちょっと街角にある古ぼけたあの、まあ、お客さんも全然いないんだけどなんでこんなあのお店いつまでも潰れないんだろうね的な古本屋さんに。 雨が降って人気の女優さんがたまたま雨宿りに入ってくるところから始まるっていうそんななるかいっていう感じので別にはい雨宿りにま日本はねこれだけコンビニがいっぱいあるんでねかつかっちゃうと思うんですけどしかもイギリス人って傘をささないで有名とかっていう割にはなぜか雨宿りに入ってきちゃうんですけどもえそのある程歩いかずにねそこでその店主と恋に落ちるんですけども。 天見結城さんかな,誰かな大女優が入ってくるんですようん、うん、福山さんがちょっと眼鏡かけてあの古本とかをパタパタやったりとかしながらあの自分の好きな全然売れない自分の趣味だけで集めたような、うん、あのおしゃれな古本屋さんとかで「こんなの誰が買うんですかこんな古本屋さんこれ趣味丸出しじゃん」みたいな本まあでもわかる人はわかる古本屋さんとかをやっててその本大,大事な本とかをこうやって読んだり。 してるとその中に雨が降って「あ今日雨か」なんてあの空を見上げたり窓から見たりしてるとガラガラーンって入ってきてたら「はあ濡れちゃって」とかって入ってくるのは誰かな <laughs> まあ例えば年齢がちょっと下に行くと例えばこう綾瀬はるかさんとかでも同年代だったら天海さんなんかもね二人の恋物語っていうのはね。うんうん ごめんなさいとか濡れてこうあちょっと本が濡れちゃうんですけどみたいな感じでこうそっかじゃあタオル使ってなんつって「ごめんなさい助かりました」なんてそのタオルを洗って返しに来るんですよね、はい、ごめんノッティングヒロはそんな話じゃなかったと思うけど、うん、<laughs> あのなんかちょっと今妄想が<も>、ね、このなんか妄想コーナーせっかく福山さんいらっしゃらないんではい、はい、募集してみてもいい、ね、そうですか,なんかこう私はノッティングヒいロ日から発生したそれですよタオルを洗って返してくれるんですよ、はい 妄想映画の中のはい、はい、あなたの理想の福山さんとの出会いのシーン、だいぶみたいな。まあでもね、理想のシーンだけだとなんかちょっと妄想なんで、えー、勝手に福山さんを使ってリメイクしましょうか、海外の作品とかでも。あ<ー>あの別に海外だから、別にハリウッドだけじゃなくて、韓国、うん、映画とかドラマでもいいですし、私はノッティングヒルの恋人を福山さんやってもらって。<laughs> <laughs> じゃあ妄想リメイク <laughs>、はい、妄想リメイクですね。 プロデュースしましまた、ね、この作品で福山さんはこの主人公のこの人の役でっていう、うん、配役もかなり映画にお詳しいぐ口さんには<あ>もいやではのだしリメイクでもいいし福山、うんあのー、さん私もちゃんとそれ全部見てるかどうかもちろん分かんないんであのなんとなくあらすじとかね別に漫画原作でも何かの原作でもこの作品のこれちょっと福山さんやってほしいとかっていう、うんうん、いやまさに、あのー、ルルオニケン剣心の,の師匠の役は福山さんうわ来たーっていうねえ、うんね ル謙信で一番最後の時に福山さんを撃った瞬間に映画館がどよめいたのを私はいまだに覚えてますうん」っていう「はああこれ福山さんがやるんだこの役」っていうざわ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 みたいな、うんはい、あれまさにそうじゃないですかここに福山さんはめてくるっていうそうですねちょっとまだしばらくこのドラマの期間は続きますので。はいええ いやまさに今回も原作はないにせよ福山さんが、えー、盲目の都合「FBI すごでまさに事件を終わらせに来る捜査官、うん、おお面白そうってあるじゃないですかなんか、うん、あの自分の好きな役でこの人のこの役を、えー、福山さんにやってほしいっていうね、はい、この時相手役はこの人がいいかな妄想でこういうシーングルるといいなとかで、うん、もうね福山さん主演で、ね、妄想リメイクドラマ映画漫画アニメ共演者 え見どころも書いて送っていただければというふうに思います簡単なあらすじとかこんな役どころですみたいなねあのこんなシーンとか楽しいんじゃないかと思いますよみたいなね、はい いただければ、えーはい、福山さんがいない間、なるべくみんなで福山さんの話をして盛り上がっていければというふうに思っております。皆さんからの、えー、まあ、あの思い出の作品なんかもね、ぜひあればまた送っていただきたいんですけれども。さら、うん、には、えー、妄想リメイク、お待ちしております、えー。おところとお名前、電話番号も忘れなく、地底人アットマークシブラジドットコム。地底人アットマークシブラジドットコムです。 えではリクエストをお答えしましょう、えー、静岡のまーちゃんからのリクエストです福山雅治さんでスコール地底人ラジオ。えまさに福山雅治さんが歌うね、自分が自ら作った女歌を歌う福山さん大好きです福山雅治さんでスコールお届けしました さあ私総口日曜劇場ラストマン全盲の捜査官絶賛撮影中の緑山スタジオからお届けしております今週の地底人ラジオですけれども福山さんがね今お昼休憩からこの後午後の撮影に入っていく、えー、私は今ちょうどこの誰も人いないですねこ,こねあのメイク室とかいうんですかねなんかそういうところの横におりますけれども、えー、そこで、えー、福山さんが撮りためたラジオセルフィーがあるというねで あのどういうラジオセルフィーかって言いますとさんんこれ何なんですか、はい、あの先日ラストマンで某その横浜の横浜でも撮ってるんですね。ロケがあったんですよたまたまですねあの、はい、すぐ近くにあったのが、うん、今年の12月に開催が決定している年末ライブ福山の冬の大感謝祭その21の会場になる K アリーナ。はいはい テケアリーナって言われてもあんまり馴染みがないそまだでなんですすそうよまだオープン前で絶賛中の工事が、うん、今作ってんですよね、はい、<ー>進んでいるという状況で,、えーでまあ、近くに行ったんでイベンターの方に相談をさせていただいたところ快、うん、く内覧させていただけるということで。あまさに 作ってるところだけどもってもう上のスタッフの方があのすぐ対応してくださいまして、うんうん、急遽行くことになったんですが、えー、その時の模様を<あ>、えー、収録している素材があります。場所ってどのあたりなんですか？あのどう言えばいいかな。でも港未来ああじゃあ港未来地区なんですね。すあのあたりじゃあ,あの奥山さん方も馴染みのある場所というか、うう土地感もちょっとある感じのね。あの横浜に集まってる感じっていうのは変わらず。えー 体感していいただけると思います。そんなとこにそんなでっかいもの建てる場所ってあったんですねなんか、ね、あったんですよでっかいんでしょ相当でっかいです今までの中で最大規模のでっかいんですもんねそそのアリーナとしてはっていうね、はい、中入るとすごいでかいなっていう印象があるんですけどうわじゃあそこに福山さん入って,入ってまさに、あのー、初めてだからこんな感じのステージとかいいかもね的な感じの妄想もしたりしてみたいな 今多分福山さんの頭の中のですよね。はい、だってどういう風うにするのかね。うううステージ的なものね。ステージマの,のね。のセリフを覚える隙間でち。ちょっと音楽も残ってるわ、ね、かりました。えー、では早速じゃ今回は福山さんが K ・アリーナに潜入したという。そう、ねえー、ラジオセリフィーお聞きください。どうぞ。すみません。す。いません急によろしくお願いします。K ・アリーナです。 んん特別に、あのー、講師の途中なんです見させていただけするとす、はいうことでご覧くださいおおこれはまだ大きい大きいけど大きいんですけどちょうどいいっていうかえステージどちらですかステージがまだ何もないけれどえーえー

っ横が11部屋 v i t トップしてい。はいうん、じゃあこの両サイドを今撮影じゃないんですけどこの両サイドを撮影すくラずで長崎のカーテンが、まあ、ここが一旦常設なんですけども、はい、こう周りを覆うような形と,と,<ー>となるとセンターを会場の日程が大体この。 真ん中ぐらいまへえ、ね、こうなるとだいぶ近いよねそうっすねそしてアリーナにこう上がっていて、うん、いらっしゃるオーディエンスともすごく近くに、うん、それでその 2, 万2万人モードと1万3000人モードがあるんでしょそうですで1万3000人モードはちょうど一番上のスタンドのところが上からこうカーテンデールみたいなものが降りてきて隠れるああ じゃ、あ、この。二段目とこの、あの、三段目の五段目のところで、行きますんでね、うん。すごいっすね。<laughs> これ、使わないんだもんね。<laughs> うん、すごいよね。首辺に劇場は立つ。ね,ね。これ、上は一応、全部、釣れるんですか。いろんな。ものを。はい。アリーナ上は。

扇形でオーディエンスに向けての会場こっち入れないんだもんねうんそうですよねそれはすごい間口っていうのはどう,どう取れるんですかあの今一番こう狭いのじゃないですかそこまでっていう考え方それでももっと横に 会場として所有してますのが横幅が12軒で奥が7軒という基礎ステージを所有してまして左右も花道8軒8軒つけれるような一応ものを会場で所有していますので<あ>まあそれ以上広げられる場合は持ち込んでいただいて追加していただくという作りになっていますうん、うん、全体では60メートルぐらいはこう取れるぐらいの作う、うん、りになっています急遽。上は あ、上手でしあ、い,いあ行っていいんであれば。あ、ありがとうございます。うん、おあ、すごい。すごい、うん。上から見た方が。スケール感があるんだ。

今までで一番大きな事業なんですよ健康。日本、ね、最大のビッグプロジェクト。はい、素晴らしいです、ね、それはなんかもう公表したいですね。うん、健康コーポレーションさんがみなとみらいにやってる巨大事業っていうのが <laughs> なんかワクワク感がありますよね。ねみなとみらいにとってもそうだし、ね、健康コーポレーションさんという企業自体にとってもそうだし。うん まリーナではここまでかけてることころはないというふうに伺ってます。ので<ー>民間で私もやってますので、大体公共でやってます。楽しみです。一つになりましょう。今日、フーマ。早くお願いします。楽しみです。本当に今日は急遽。あの付き合いたいただき、ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。まあ、僕らとしては、ロケで取りこぼして、早く、ね。あの、帰って寝なきゃいけないという、また状態なんですけど。明日も早いですか、ね。明日も早い。行きましょうか。 ありがとうございました。福山さんのラジオセリフィー聞いていただきましたけども、でもやっぱり大きなまあ劇場っていうかね、その、えー、アリーナとホテルが一緒ってなんかラスベガスみたいですねなんかね。ああね,ね、あのエンターテインメントとまあそこにあの。うん いわゆる滞在してっていうのが一緒になってるっていうね。やそういうキラキラして、うんえー、ちょっとラグジュアリーな感じの完成形を目指してるまさに今まで日本にありそうでなかった,、うん、った新たなエンターテインメントの聖地が生まれるんだよね、はい、これは福山さんのなんかあのよく「レディー・ガガさん」とか「マドンナさん」とか「ラスベガス」とかで1年みたいなねそこに行くと一年中マシャがいるよっていう <laughs> <な>んか <laughs> あの昔だったらあのー、新橋演舞場とかでいつかやるかみたいなこと言ってましたけど、はいたね、えお芝居と、えー、歌と二、えー、部構成になってるっていうね座付き司会者私ずっとやってるみたいな一、ね、年中そこにいるっていうね、うん、でも皆さんずっとお仕事あるってやっぱり、ね、そうですよねお客さんに毎日会えるっていうのは、えーまあ、福山さんも興奮してましたよね、はいあのー、新しいところでやれるっていうねまあ頭の中は多分 あれもやりたい、これもやりたい的なことがね、ねえー、ぐんぐん、まあ、とりあえずこのラストマン撮影が無事終わったら、また一気にそういう音楽としてまた走り出すんじゃないかっていうね。うねじゃあ、ここで一挙お届けしたいんですけど、やっぱこれはあのライブに向けての気持ちを、ね、リスナーの皆さんも高めていただくということで、ザ t h、ねえー、それをね、あ絶賛それを見たり聞いたりしながらあの気持ちをライブに向けて高めてい、ね、1日に えー、ついにリリースになったばかりの最新の映像作品お手元に届いてる方も多いんではないかと思いますじゃあそのザ「ザライブの中から一曲をお届けしたいと思います福山さるさんであ多分これは聴けるのかな今度のライブでも「えー、光」ジオ「福山さ,るさんで光」いやこれやっぱりねこの間のライブでも見て思ったんですけどでかい箱だとまたは映える曲ですからこれね 演出的にもいろんなことが考えられる曲ですよ、これね。えー、光、お届けしました、えー。19日の今、4時45分ですね、福山さん、今、一瞬撮影の合間があるということで、楽屋にお邪魔しております。うわ、美味しそうなタンメン。いや、久しぶりだあこ緑山って、これなんですか緑山あの名物ですよ。あ、そうですいい匂いですね、これ。塩タンメン。えー、おになってください これはもう30年前からもうここの塩タンが有名であそうですかへえーはい、ただね僕もねあの多分その全く同じ味がずっと続いてるわけではないと思うんでまあ代替わりねシェフのにか久しぶりなんですけども,もい,い,、ね、いただきますいいうん美味しい 山さんの食リポってなんかスペシャル感がいいですね。そうですねあの記憶にないけど、美味しい。<laughs> でも、ああ、この味っていう感じがするってう。うん、なんか新しいものとして食べてますけど。いや <laughs> <laughs>、食べてる間だけは、あの台本をちょっと覚えな、覚えられないんで、ちょっとだけお話を伺って。やっぱ夏のライブ発表になりましたけども。あ、それね。えー、電撃発表でしたね、これ。そうなんですよ、これ。はい。あの、すみません、本当に。 食べながら言う話でもないのかもしれませんけどいやいやまあいくつかいろんな理由があるんですが、うん、まずは何よりライブがしたいといまあ思いっきり俳優業に邁進した後はやっぱり今度はライブでしょうっていう <laughs> <laughs> いやいやいやぐらいや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 いいい っていうい、うん、いいですねいやすいませんもう本当にあのこれもうセリフを覚えなきゃいけないでもう時間であの時間をもうこ,うこうやって分割するしかないんですけどもあのまず「感謝祭」を早く発表したじゃないですかで感謝祭を発表してね嬉しいありがとうっていう声もたくさんいただきました。 <laughs> いいですねライブのお話とメシテロが交互に来るっていうこの感情を揺さぶられるラジオっていうこのうん美味 <laughs>、うん、しい <laughs>、ねはい、だけどそのそれと同時に年末までライブがないのかという声もそれはちょっと思いました私も,も早くライブ見たけどまあ、でも年末までもうちょっと長いなーってちらほらがありましたはい、はい、キャベツともやしをいただきます <laughs> でそのはい、はい、ライブを感謝祭をねあのー、巨大会場で久しぶりにやるっていうのも嬉しい発表だという声もあったけれども同時にえっ、ー、と年末までないんですかねっていうのとあと稲佐山はどうなったんでしょうかみたいな声もちらちら、はい、キクラゲを食べますと山に関してはですね、うん ちょっといろいろ検討中でございまして今年はちょっとやっぱ難しいなと。<あ>というのもまあ今更いろんなことをねこう言うとか言えないとかいろんなことあるけれども、はい、まああまり隠し立てするのもちょっと申し訳ないというのもありつまり稲佐山はなぜ今年難しかったかというと結構ねこうライブ そのものももよりもライブ周りの環境を整えるのが稲佐山って大変なんですよ。なるほど例えばそのシャトルバスの押さえであるとかだって山まで登、ね、っていいかななきゃけバスの押さえであるとか、まあ、いろんなそのホテルの手配であるとかさまざまなライブ以外の環境整備が結構大変でこれはまあ1年やそこらではなかなか難しいと。ということもありやっぱり稲佐山っていうのはちょっとやりたいけどできないねっていうことになって。はい でそうこうしてたらなんと空き情報が入ってきちゃうんですあそこも人気だと伺っておりますからよく入ってましたねなんかスー,スープをいただきますい, <laughs> いやだからまあこれもうこの日程で、はい、まあいつっていうのはまだあの発表してはいけないというルールがあるらしいので言えないんですけど,どあのいい曜日で,おそうですはい組めることになりまして でまあ、これは、まあ、いろんなことあるけどライブやろうよと、うん、で声出しも解禁になったっていうことで<う>こライブじゃないかもしかしてと声出しマましって言いたいもん大きな声でじゃあもうここで小屋が出てきたんだったら取れるんだったらやってみようとあっほんと急遽いや急遽なんですよ<っ>麺をいただきます、ね、<笑><笑>いいですねちゃんと行ってから何食べてるか分かるっていううん だってた、ね、多分一緒にやられるであろうそのスタッフの皆さんとかもそんな急に言われても空いてないな、ね、忙しい方ばっかりよくその辺うまくなん,なんとかなったっていうなりましたすごいですね。というか皆さんも調整してはあま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 奇跡的になんかこ,こういかできることなりじゃあやろうよとまあ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 ましたあだあの いやもう感謝祭の準備してたから夏はもうライブ行くつもりなかったんで別の予定入れちゃったっていう方も結構いらっしゃると思うんですよ。それはそれで仕方がないんですけどまあ、まあ、ちょっとやらせてくださいと、はい、やってみたいとうん、うん、8月の、はい、頭でもなくケツでもないよっていうちょうどいい頃合いですねこれはね。でもまあこれ 福山さん、我々もそうですけど福山さんとしてもなんか夏の楽しみができたっていうねそうですねまああのー、密会があるんですけれど3日間もありますよねあそっかそっか密会もあるんだけどそう,そう考えると結構すごいですね結構割と忙しくなってして、ねね、急にねドラマが終わったら結構ゆっくりかななんて思いきや、うん、いやでもそれはまあ,あの我々にとっても本当に楽しみなことが増えてよかったよかった麺を食べますわかりました <laughs> と,とりあえず発表まで震えて待ってるって言われるねそうですねちょっと一旦なのでまずはちょっと8月にやらせていただきたい 3days、はい、でございますあ 3days?3days ですはいはい、はい、野菜を食べますはい、うん、じい曲なんかかけましょう。はライブに向けて声出しといえばはいはいはいは まあ、でも、これがライブでやるかどうか、ちょっと、ちょっとわかんない。声出しといえば、まあ、あの、伝説の。やろうやから。追憶の雨の中。地底人ラジオ。お送りしたのは。やろうやですね。やろうやから、もう、声出しといえば、まさに、もう。これですよね。でっかい声で歌いてな。歌いたかった、歌いたかった。あ、でも、あの、やろうやをやるわけじゃない。あ、そうですね。やろうや。やろうやをやるわけではないです。 はいはい、ただまあ声といえばなんかこれがパッと思いついたなと思いましたはい追憶の雨の中お送りしました麺を食べますさ <laughs> っきからちょっと麺持ち上げたままでした <laughs> オではお知らせも総口が、えー、代わりに読ませていただきます、えー、まさに今福山さんはこの緑山でね、はい、撮影されてますけれども、えー、4月期の TBS 日曜劇場「ラストマン全盲の捜査官」 えー、初回放送だん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 近づいてきました4月23日日曜日、えー、あと1ヶ月ぐらいか、えー、夜9時からスタートねキャストも続々発表されておりますあと私黒岩勉さんね脚本最近ね「東京 m e r とかね「あのマイファングランメゾン東京とかも素晴らしいなんかいろんな作品書いてらっしゃいますけどもともと日本放送のラジオの構成作家やってらっしゃって私それが一緒にならなくて、はい でこの間その、ラストマンは黒岩さんでって写真見たら、あっ、あの黒岩さんじゃんと思って、ただ周りの日本放送の人も、今、黒岩さん、すごいことになってんだよっって、うん、あのメールとか出してた黒岩さんがっていう。そう、いや、それは皆さん、だって最初はね、鈴木おささんだって、もしくは秋元さんだってね、ああ最初はあの日本放送の、えー、作家さんもやられてたことがあるっていうね。ああそう黒岩さんもだから今 素晴らしい脚本家の方ですけどね、まあ、ラストマン、黒岩さん描くんだ、楽しみです。さあ、福山雅治2023年エンド版のカレンダー、ひめくりまくり、えー、2023、2024、予約受付中です、えー。2022年ライブ写真や撮影ロケでのメイキングカット、オフショット満載、えー、たまーに私がちょこっと見切れてることもあるかもしれません。えー、今回、表紙のカバーはオフィシャルファンクラブブロスのロゴをひめくりまくりバージョンにしてお届けします。えー、ただこれ、限定数生産。 えー、用意数なくなり次第販売終了ですからねお早めに、えー、さらに3月21日音楽デビュー30周年全国アリーナツアー、うん、ブルーレアン DVD ザ・ライブ、えー、通常版発売いたしましたぜひ、はい、そういう、あのー、見た感想なども多分福山さん知りたがると思うんで,そうです、ね、来週はちょっとザ・ライブ感想うん、うん、たくさん送っていただきた、ね、あーじゃあメールを送っていただけたらそれどんどん読みますので、うん、てか福山さん なんかビビッドなこう反応みたいなのね、うん、すごい知りたがりますもんね,ねあの多分ほら今もう俳優業にもう邁進しちゃってるから、うん、ちょっとそういうふうなのもご本人的には少し息抜き的な感じでね、うん、楽しまれるんじゃないかとぜひ皆さん、えー、メールも送っていただければというふうに思いますさあ福山雅治さんがプロデュースのこだわりのアイテムを揃えた福山屋ニューアイテムも好評販売中まあ私もよく見てたと思うんですが福山さん本当に普段から使ってらっしゃるんでまあ自分が あの一番使いたいものを多分作ってるみたいなこだわりもあると思いますけどもね、えー、これらのアイテムはすべてアーティストオンラインストアアスマートにて販売中です、えー、各、えー、詳細などは福山さんあるオフィシャルサイト公式 SNS にて随時最新情報を発信しておりますぜひそちらをご覧ください、えー、引き続き福山さんが日曜劇場「ラストマン」全盲の捜査官絶賛撮,撮影中の緑山スタジオ今はねタンメンを食べてらっしゃいますが、えー、今週の知的人ラジオもう一つお伝えしたいことがエンディングにございます、はい えー、渋谷のコミュニティ FM 渋谷のラジオにて2018年スタート2023年3月現在23曲ネットのこの地底人ラジオ福山さん、はい、4月からまたラジオ愛あふれる新たな放送局が加わりますそこはどちらかと申しますと発表します福井県 FBC 福井放送さんです 福井のみんな。ありがとうございます。いい<う>、お知らせありましたね。いや、ありがとうございます。F. B. C. 福井放送さん、ありがとうございます。久しぶりですよ、福井。ああ、だって、あの、でも、二千十年、旅する大感謝祭で行かれたっていう。あそれ以来になっちゃうの。かな。山道も福井です。福井っていうのは。はい、ああ、そうですか。福井、いいところですよね。ああ、つ、あのね、つるつるいっぱい。つるつるいっぱい。懐かしい。 ものすごくたくさんということですよね,ねえそれ結構一時期通信ラジオなんかでもね、うん、流行ってましたでねでツルツルいっぱいあその福井だ、うん、<ー> DSP さんあの向こうからまたあの怪しいホームページをあの福井放送さんもっともっと2年ぐらい前に一回ご連絡いただいてて、うんうん、あそうで諸、まあ、条件どんな感じでしょうっていうでネットの詳細をお伝えしててでそこからあの約2年間自社ので調整を期間を持たれてえー 今回ようやくネットに至ったということです。すごい熱意を持ってメールもいつも長文で送ってきてくださるんですけど。そうなのね。そうなんです今知りましたよ。はい。福山さんも言いました。でもありがたいお話。ありがとうございます。4月1日より毎週土曜日朝9時半から。ほうほう。なかなかない時間帯でいいです。これ朝9時半からっていうね。11時まで。爽やかに放送今もうタイムフリー、エリアフリーですから。そういう意味では。 そういう意味ではあの我々、知的人ラジオはもう自分たちの番組自体がタイムフリーというとでそうですねはいえ場所もフリーですから食べ終わりましたいやー久々にあの食べたんですけど、はいあのー、塩が効いてますね <laughs> <laughs> 塩、タンメン。いや塩効いてましたねお水が欲しくなりますよねう さエンディングですわこ,このままエンディングに流れ込んでも最後、ちょっと締めの一言的言はい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 、絶賛撮影中です。なんか順調に撮影されてると伺っております。順調、まあまあ順調だと思いますよ。ただ、スーパーハードスケジュールですけどね。そうですかやっぱりねあの、連続ドラマってすごいスケジュールですよあの。たまにこうやると、ああ、こんな大変だったっけって思うって本当に うんまあそのね、はい、あの絶賛撮影中のラストマンですけれども楽しんでいただけるものになってると思いますあのスカッとしますからおおいいですねはい、うん、あのしっかりと社会問題を切り取った、うんえー、そスポットを当てた、うん、鋭い目線もありながら、うん くすっと笑えるところもありながらほろりと泣けるところもありながら最後はスカッと毎週終わりますからすはい、ぜひ楽しみに待っていてください、はい、え日曜劇場4月23日夜9時からお送りするラストマン全門の捜査官ぜひお楽しみにさあそれではまたセームタイムセームチャンネルでお会いしましょう お相手はサブさん塩タンメンでした <laughs> 福山で r でした、はい、また来週までバイバイクいや撮影頑張ってください、はい、熱っ <laughs> タンメン食べて熱っ <laughs>